はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツで、入れ替えがあったというところで、まあ、それについて、少しね、深掘りしながらお話していきたいなというふうに思ってます。はい、入れ替えなんですけども、2人が、2軍に下がりまして、2人がね、上がってきたという形になってます。はい、まず下がった選手なんですけども、コーリ選手と馬場選手ですね。はい、ちょっと成績見ていきたいと思うんですけども、コーリ選手はですね、21日にまず昇格してきたというところで、21日、まあその上がってきた日のですね、中日ドラゴンズ戦で、まあ1打席ピッチャーゴロを打っておりますと。で、合計の成績はですね、まあ今2試合しか出てなくて、まあ0割0分0厘という風な形になっております。で、もう一人、馬場選手なんですけども、馬場選手もですね、同じく21日に昇格してきておりまして、22日のドラゴンズ戦で、登板しておりますと。で、0.2 回投げてまして、16球で、まあ1安打というところ。で、まあ失点はね、自責点はなかったというところで、まあ合計の、成績も、まあ、1試合登板のみに終わっておりまして、防御率が 0.00 というふうになっております。はい、まず、この、落ちてったというか、まあ、その、降格した選手2人についてちょっと深掘っていきたいと思うんですけども、まず、コーリー選手ですね。はい、まあ、日本ハムから、来た選手、今年ね、来た選手ですけども、今回上がってきたのが2回目になるんかな ?2 回目か3回目だと思うんですけども、やはりまあ正直言うと、あまり使うところがないなっていうところは正直僕の中でありますと。で、まあキャッチャーもできるというところで、まあ3番手捕手というところで、まあ入ってるというところが大きいと思うんですけども、まあ現状その打力どうなのって聞かれると、まあうーんって感じだし、で、実際、3番目のキャッチャー、必要になるときあるのって聞かれると、それもまあどうかなというか展開次第だなっていうところはあるんで、なかなかね、現状ね、まあ、毎日僕、ジャイアンツ戦見てますけども、まあ、使われるところがないというか、うん、なかなかね、出るところがないかなっていうふうに思うし、だから今回も、まあ、上げたから、まあ、使っとこうか、まずとりあえず使ってみるか、みたいな感じで使ったと思うんですけども、結局、そのね、その日に上がって、その日にちょっと出て、で、そっから何も出てなくてっていうところなんで、もうコーリ選手が、今後ね、上がってくることって僕あんまりなくなってくるのかなっていうふうに思ってて、というのもやはり、今回まあ、上がってきてでもあまり使われるところもなかったし、まあ2軍でめちゃくちゃいい成績を出してるかって言ったらそうでもないっていうところがあるんで、じゃあ、コーリ選手の価値って何っていう話に、なってくるのかなっていうふうに、個人的にはね、僕思います。はい。で、二人目、落ちた馬場選手、馬場投手ですけども、馬場投手もね、まあ、すごくいい球持ってますと。で、まあ、全体的にレベルが高いというかね、球種、多彩な変化球ありますと。で、コントロールも別にそこまでめちゃくちゃ悪いわけではないっていうところ。で、この間、まあ、この22日のドラゴンズ戦の登板見てましたけども、なんかスプリットっていう球種に対して、多分、なんか、自信があるのかな、すごく連投してたんですよね。で、まあ、ストレートを、まあ、打たれたっていうところがあったんですけども、ちょっと、なんか、僕のあくまで主観的な意見なんですけど、主観的な経験とか意見なんですけど、大体その、なんて言うんだろう、その球だけに頼ってしまうというか、まあ、キャッチャーもね、おそらく、この投手で言ったら、この球がいいっていうのは、全員のは把握してるんですよ。で、馬場投手ね、まあ、いろんな球種あるっていうふうなお話しましたけども、スプリットかな?フォークっていうのをあんだけ多投して、で、あんだけ多投した後にストレートを投げて、バッターはね、あんだけフォークしてる中、フォークを意識してる中、ストレートを投げて、それをね、きっちり捉えられたっていうところがあったんで、実際そこでファールを取れたりとか、そういうことができてくると、まあ、またうまくね、変化球を使ったりとか、ストレートを意識させながら、バッターを打ち取っていくってことができるんですけども、そこでね、あんだけフォークを意識させて、変化球を意識させて、ストレートを初見のね、バッターにこう、カチンっていかれるってことは、ちょっとストレートの質というか、キレっていうところも、球速、
と同じぐらい出てないんじゃないかなっていうふうなところはね、まだ僕は実際取ったわけじゃないんで、詳しいところは言えないんですけど、でも実際それ見てると、そういうふうに感じますと。で、実際ピッチャー陣も、まあ豊富、今年に関しては豊富、中継ぎ陣ね、いたりとかするっていうところで、まあ馬場投手を、絶対に入れとかないといけないっていう理由がまずないんだと思うんですよね。うん。いい投手ではあると思うんですよ。まあ使えると思うんですけども、去年とかだったら、去年のジャイアンツの状況とかだったら、おそらくね、馬場投手ね、まあ1軍2点投げてるであろうというふうに思うんですけども、今年に関しては、まあすごく補強してるし、すごく熱いし、非常にいいピッチャーたちがね、いてくれてるっていうところがあるので、まあ馬場投手が絶対に1軍に、いてほしいと。使わないといけないみたいな感じでは全くないので、まあ、降格したのかなっていうふうに、個人的には思いますと。じゃあ上がってきた選手どうなのっていうところなんですけど、上がってきた選手2人いまして、ウリーニャ選手とヘルナンデス選手ね、新外国人助っ人の。ウィエルナンデス選手が2人上がってきたんですけど、まあまずウリーニャ選手から見ていきたいんですが、まあ2軍の成績ね、29試合で打率2割2分9厘、2ホームラン、5打点。OPS647 という風になってますと。で、僕直近の、まあ10試合ぐらいの、まあ成績もね、打席全部見たんですけど、めちゃくちゃ状態いいかって言ったら全然良くないんですよね。まあ実際に、29試合でまあ打率2割2分9厘っていうところがあるんで、全然状態良くないんですよ。まあ、ちょいちょい打ってるけど、うん、めちゃくちゃいいかって言うたらそうでもないっていうところ。じゃあなんで上げたのってとこなんですけど、多分ですけど、まあ、攻力戦が入ると。で、まあ昨年まで、まあ楽天にいたというところで、まあパリーグとの経験はあるだろうというところで、上げてきてるんじゃないかなっていうふうに思います。でも、まあ2軍の打撃陣、野手陣見ても、正直、自信を持って上げれる選手がいないんですよ。僕成績も見たんですけど。まあね、2軍戦全部見られてるわけじゃないんで、リアルタイムでね、見れてないんで、なんとも言えないですけども、まあ成績だけ見ても、この選手絶対1軍で使った方がいいとか、この選手相当今状態上がってきてるみたいな選手が全然いないんですよ、野手に関してね。だから、まあそのウレーニャ選手という、あんまり状態上がってはないんだけど、まあ去年までパリーグいたしと。いうところで、まあ上げてきてるんじゃないかなっていうところはありますと。で、実際どういう起用法をするのかなっていうところ。うん。先発で出ることはまあないだろうっていうふうに僕思ってるし、代打でも弱いのかなっていうふうに思うので、で、DH で使うっていうのもないとは僕思うんです。それはさすがに売れねえ DH で使わねえだろうっていうふうに思うんで、じゃあなんで上げてきたのっていうところは、まあ正直、まあ上げる選手がいないっていうのもあると思うんですけども、まあ上げてきてどういう使い方をするのかなっていうのはちょっと疑問かなっていうふうに思います。で、ヘルナンデス選手ね、まあその期待の新人というか、新人助っ人というか、新助っ人なんですけど、まあ現状、2軍の試合ですね、3試合出ておりまして、打率1割と。で、OPS282 というふうになってます。まあ、その10打数1安打っていう形でね。まあ、なかなかまだ、まあ、成績だけ見るとですね、まだ対応しっかりできてないのかなとも思いますと。まあ、その、まあ、もともとね、1軍で起用するというのを想定してね、まあ、取ってきてますと。なんで、まあ、状態はそこまでね、成績だけ見ると上がってないんだけど、まあ、その、まあ、1軍の空気に慣れさせて、でそこからね、試合に出ながら、調整というか、こう鳴らしてってほしいみたいなところはあるのかなというふうに思います。で、まあそのヘルナンデス選手が、まあどういう起用法されるのかっていうところなんですけど、僕は DH はないのかなっていうふうに思ってて、守備の画像とか動画とかも見たんですけど、守備結構やれるというか、普通にやれるんで、どっちかというと、ベテラン人というか、例えば、長野さんとか、まあ、丸さんとかも、丸さんはレフトとかで出るかなっていうところで、そういうベテラン人を DH にしてあげた方が、いいのかなっていう風な、守れるんでね、ヘルなんですが、ところがあるんで、その、昔の、去年のウォーカーとかの理由レベルだったら、僕は DH 専門じゃないとっていう風に思うんですけども、このヘルナンデス選手の、まあ、動きなんかを見てても、十分、守れるなっていう感じはあるんで、そういったところで、まあ、DH 枠は、まあ、ベテランの選手に、まあ、明け渡すというか、上げといた方がいいんじゃないかなっていうところはありますと。で、打順に関して何番ぐらいに入るのかっていうところなんですけど、まあ、今、
まあいろいろ言われてますと、まあ3番入るんちゃうかとか、5番入るんちゃうかとか、6番入るんちゃうかっていうふうにいろいろ言われてますけども、僕は、まあ、5番、6番あたりに入れた方が、まあいいんじゃない。まあ僕は6番ぐらいがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあそこはどうなっていくかわからないですし、まあ実際、本当に、どれぐらいの対応を一軍でできるのかっていうところも、あると思いますんで、僕はまずはじめは、まあ6番あたりで、様子見ながら、やっていくっていうのが、いいんじゃないかなというふうに思うし、まあその非常に、まあ広角に打てる、打者だなという印象はあるので、そういったところで、まあ、飛距離もね、ある程度、まあ、めちゃくちゃ長距離かって言われると、まあ、中距離ぐらいのバッターっていうふうに本人も言ってましたし、というところで、どっちかというと、まあ、コンタクトに、自信があるというか、うん、トップもあんまりこう、後ろに引かずに、結構こう、シャープなところに構えといて、そっからパチンっていうふうにね、出していく。で、体重移動とかもそんなに大きくこう、横ブレしない感じなんで、どっちかというと、まあ、そのコンタクト能力に、長けてるバッターなのかなっていう風なイメージはあるので、そういったところで、まあ、その、なかなかね、ジャイアンツ今、現状ね、めちゃくちゃホームラン出てるかって言ったらそうでもないので、まあ、いろんなね、パリーグの力強い、ストレートを投げてくる、ピッチャーたちと対峙することになりますけども、まあ、ヘルナンデス選手ね、まあ、まず早いまっすぐをどういう風に弾いていくかっていうのがね、一番課題だというふうに思ってますし、まあ、その、弾いた上でですね、弾けるというところの上でですね、低めの変化球、落ちる球っていうところも、非常にね、レベル高いと思いますんで、そこをね、どんだけ我慢できるか。で、浮いてきた変化球をどんだけ、一スイングでね、仕留めていけるかっていうところが、まあ、ヘルナンデス選手が、まあ、日本でね、どれだけやれるかっていうところに直結していくというふうに僕思っております。はい、そんな感じでね、今日はですね、まあ、入れ替え情報というかね、入れ替えがあったんで、まあ、その選手に対する感想と、まあ、上がってきた選手に対する期待というところをお話しさせていただきました。まあ、まとめるとですね、まあ、落ちていった選手二人はですね、まあ、まあ、落ちて当然かなっていう風なところはあると、正直言うとね。で、上がってきた選手もですね、まあ、ウレーニャ選手上がってきたんですけど、なかなか、どこで使うのかなっていうところは正直疑問符。まあ、その、去年まで、パリーグで楽天というところでやってたんで、そこの、まあ、その相性というか、やってきたっていうのがあるので、まあ、上げてきたのかなっていうところはありますと。で、ヘルナンデス選手に関しては、まあ、6番あたりで、まあ、守備にね、つきながら、やるっていうのが、僕はいいんじゃないかなっていうところ。で、ストレートの速い、まっすぐ、をどんだけ弾けるか、低めの変化球をどんだけ我慢できるか、浮いてきた変化球をどんだけ仕留められるか、ここにかかってきてると思うので、そこをね、意識しながら、やってもらいたいな、というふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。Thank you.